アンニ・フリージンガーは、バート・ライヘンハル出身のドイツのスピードスケート選手である。父は、ドイツ人のゲオルグ・フリージンガー。母は、ポーランド人のヤニナ・コロイカで、両者とも同じくスピードスケート選手である。ヤニナは1976年、インスブルックオリンピックで、ポーランド代表となった。アンニの兄のヤンもスピードスケート選手であり、姉のアグネスもスケートをやっていた。 2009年8月11日、フリージンガーは引退したドイツのスケート選手で長い間付き合っていたいつ、ポストマとザルツブルクで結婚した。永遠宮殿で結婚式を行い、現在もザルツブルクに居住している。将来はオランダにあるポツマの農場で暮らす予定である。フリージンガーはオリンピックで5度のメダルを獲得している。ソルトレークシティオリンピックの1500メートル、 トリノオリンピックとバンクーバーオリンピックのチームパシュートで金、長野オリンピックの3000メートル、トリノオリンピックの1000メートルで銅メダルを獲得した。トリノオリンピックではチームパシュート1000メートル、1500メートル、3000メートル、5000メートルの5種目に出場したが、個人競技では金メダルを取れなかった。バンクーバーオリンピックのチームパシュート準決勝での アメリカ合衆国との試合では、彼女はチームメイトから遅れを取り、腹で滑ってゴールしたが、ドイツチームは決勝に進むことができた。ヨーロッパスピードスケート選手権大会では5度、世界オールラウンドスピードスケート選手権大会では3度優勝しており、世界距離別スピードスケート選手権大会でも何度も優勝している。 彼女はもともと長距離の選手であるが2007年の世界スプリント選手権大会でも優勝した。世界オールラウンドスピードスケート選手権大会と世界スプリント選手権大会の両方で優勝したのは5人目であった。フリージンガーは1500メートルで世界記録を3度更新しているが心理クラス戦に記録を破られた。しかし、 2002年2月20日にソルトレークシティオリンピックで樹立したオリンピック記録は現在でもまだ保持している。フリージンガーは副業としてモデル活動も行っており、スターンという雑誌にも登場している。また彼女は強靭な大体部を持つことでも知られている。これは性的な魅力にもなっていて、ある種のセックスシンボルとしてスーパーセクシーアンニというニックネームを付けられている。 サイトホイテハイストアンにフリーシンガーオホポストマイン、ダイベルトデーティット11オーガスト2009、ウィズ、エイベリーフロップ、ジャーマンスケーターエンズ・ウィズ・ゴールド、バイ・アー,ーフ、キャート、ザ・アソシエーテッド・プレス、サンデー、フェブラリー28、2010ラジオ538イン、ズエル・ゾンル・ナキトン、イズ・ポストマイン、エーラジオ・インタビュー、ジュライ2008。ありがとうございます。